アウトストラーダ A16 は、アウトストラーダデデマーリとも呼ばれ、カンパニアアペニン山脈を横切りティレニア海とアドリア海をつなぐイタリアのアウトストラーダである。この道路は、カンパニア州とプリア州にまたがりその延長は 172km で、あり、アフラゴーラで A1 とカノーザディプーリアで A14 と接続している。この道路は、アウトストラーデイタリアにより管理されている。 当初は現在 A14 であるカノーザ・バーリの区間と一緒に A17 と不満されていたが A14 アウトストラーダ・アドリアティカの完成により A16 と不満し直された。番号の変更は迷信的な理由により提案されたものである。このアウトストラーダが A17 だった時には A16 はローマチビタベッキアであった。ナポリとバーリを接続するアウトストラーダの建設は 物議を醸した。ティレニア海とアドリア海を接続するための最大の障害はアペニン山脈により形成されている自然であった。事前の計画ではナポリとバーリの間の歴史的接続に似た経路が議論されていた。それはカンチェロ方面に国道87号3にティカをたどり、それからカウディーナ渓谷を上がってベネベントに到達するというものである。 ベネベントから先については二つの案があった。ホッチャに向かって進むか、アペニン山脈のより南を横切るかである。校舎が選択されたが、標高の高い山岳部の道路設計はかなり困難だった。校舎が選択された主な理由は二つあった。ホッチャは、すでに高速道路網に含まれていること、そして何より、南で横切ることで経路が、 より短くなることであった。しかし、その後の計画では、公共事業大臣、フィオレンティーノスドが設計に介入し、最終的にイルピニアとナポリを高速接続するためにこのアウトストラーダがアベッリーノを通るようにした。カゼルタ、ベネベント、お呼びされるのはすでにナポリと鉄道がつながっていたが、1950年代の終わりにアベッリーノからナポリに行くには、 ベネベントかコードラでの接続が必要であるため車で数時間とさらに鉄道で約半日が必要だった。このようにこの計画の最初の区間は完全に改変された。この道路はカゾーリア地区の A1 アウトストラーダデルソーレ級ナポリ料金所の数百メートル北で A1 から分岐して始まる。そしてこのアウトストラーダはノーラに向かい東に進み、 海抜649メートルのモンテホルテイルピーノの峠まで登る。バイアーノからアウェリーの西までの区間は設計者にとっては非常に難しいものだった。勾配が当時の基準での高速道路としての限界を超えたが、アナスと運輸省は即時に例外を認めた。主となる作業はビシャーノとモンテホルテイルピーノにまたがる約700メートルのほぼ全体が屈曲している。 高架橋だった。しかしこの区間より次のモンテホルテの峠からアベッリーノまでの区間の方がより困難なものだった。5キロメートル弱の間に2 5 0ル下る必要があったのだ。この経路は完全に山の壁面に構築された。短いものも含めて多くの高架橋があり、多くのカーブはきついものだった。アベッリーノにおけるこの道路の歴史は 経路の位置決めに限ったことではなかった。設計者はこの町に二つの出入り口を作らねばならなかった。当時の人口わずか4万人の町に二つの出入り口を作るという要求は高速道路会社にとっては全く不可解なものだった。参考までに当時一つの町に出入り口が二つあったのはローマ、ボローニャ、フィレンツェだけである。 最終的に、町からナポリへの接続を便利にする、西出入り口に加え、二つ目の東出入り口は、サレルの方面の高速接続路及びイルピニアの高地に接続する、オファンティーナ国道につながる、工業地域の近くに決められた。さらに、アペニン山脈、ミラベラ峠の中間峠、スカンピテラの最後の峠を越えるという課題があった。 そこからこの道路は極端にまっすぐで平坦になるタボリエレの平野に下るカノーザディプーリアで A14 に合流するこのアウトストラーダの最初に開通した区間はナポリの A1 からの分岐部からバイアーノまでであり1966年1月2日に開通したその距離は 26.889km でその区間にはポミリアーノトノーラの出入り口があった 同年12月22日に、その先はヤーノからアベリーの南の区間が開通した。さらに、A30 の建設の後、ナポリ地域の区間で、いくつかの改変がなされた。A16 のオーラ出入口の A30 への移設に、加え、A16、A30 のジャンクションが作られた。そして、古くなったナポリスタツヨーネ終点本線料金所の、 代わりにマルチャニーゼの A1 乗のナポリ、北本占領金所と一緒にサンビタヤーノにナポリ、東本占領金所が作られた。L アウトストラーダ A16 オール、アルテッツァデラ・バリエラ・ディナポリ。このアウトストラーダは、ほぼ全区間で、片側に車線の構成である。イルピニアで、カンパーニャを横切り、ノーラで、A30 と交差し、サレルノとベネベントへの接続が便利なアベッリーノを越え、 イタリア半島を東西に走る。アペニン山脈、ダウニアの山々を越えプリア州内のバーリとホッチャへの接続が便利な可能座の近くでこのアウトストラーダは終わる。その土地形状により、アウトストラーダの東側終点部分では、特に大型車両の走行を妨げるほどの強風にしばしばさらされる。急勾配の上り区間では緊急車線をなくし、大型車走行用に、 第三車線が作られている。当期には、バイアーノとカンデーラの間は、タイヤチェーン常備が義務付けられている。アペニン山脈の区間では、急に大量の雪が降り、峠を越える車両を止めることがある。危険な状況の時には、ナポリから来る交通は、バイアーノ出口で、強制的に降ろされる。こういう状況は珍しいわけではなく、バイアーノ出口の近くには、 道路を降りる義務を示す標識が設置されている。A16 の端点、A1 ナポリ方面への出口この有料高速道路は、アウトストラーダイタリアが管理している。A14 とのジャンクション部の A16, 終点バイアーノとアウェッリーの西の間の A162005 年3月7日に、このアウトストラーダは継続した豪雨により、構造的損傷を受けた。特に、 クロッタミナルダとラチェドーニアの区間は 122.5km 地点で発生した地滑りと高架橋支柱のズレにより通行止めになった。そのアルベオベッキオのサンター型ディブーリアとロケッタ、サンタントーニオの間は3月16日まで通行止めが続いた。当時はクロッタミナルダの出口を出てアリアーノイルピーのボビーノー系輸国道を使って カンデーラまで迂回せねばならなかった。高架橋の修復が困難だったため、崩れた高架橋の前後約六6 0 0メートル区間は横に新しい道路が作られた。1981年2月5日の夕方、ビザッチャ近郊で俳優 G のブラミエーリとリアーナ・トルルシエが関与した交通事故が発生した。二人を乗せたアルファ6は衝突後に道路から転落した。 トゥルッシェはシートベルトを装着していなかったため車から投げ出された。2013年7月28日にアックアロンが高架橋の大量死亡事故が発生した。モンテフォルテイルピーの近くの高架橋から1台のバスが転落し死者40人、重軽傷者10人とイタリアの交通事故の中で最大級の事故となった。そのバスは製造後18年と古く、 走行距離は100万キロメートルを超えており、さらにブレーキ系統も古かったが、検査には合格していた。ありがとうございます。